片桐一行を討ち取った安住たちはすでに次の使命のため行動を開始していた。安住は皆と別行動をし、小畑月之進という偽名で浅野長政の御前試合に潜入する。安住は対戦相手の攻撃を回避しつつ、浅野長政の傍らまで自然に近寄る。瞬間、安住は長政の喉笛を貫き抹殺に成功する。あとは城から脱出すれば使命は完遂される。
浅野長政の客人井上官兵衛に手傷を負わされるも、安住は城より脱出することに成功した。使命を果たしたことに安堵し、傷の手当てをしていると、安住は妙な気配を感じ取った。物音に反応し、木を背にする安住だが、その瞬間背後から捕まり動きを封じられる。安住の動きを封じたのは、井上官兵衛子飼いの忍者飛び猿であった。かすかな血の匂いを遠くから嗅ぎ分け、安住の後をつけてきたのだ。しかし安住は飛び猿の右足に刃物を突き立て、逆に動きを封じる。その隙を突き、
安住は再度逃亡に成功する。これが安住と飛猿の出会いであった。